はい、毎日学習会の林です。合格者の村田です。よろしくお願いします。今日は関西学院大学の編入学試験要項ということでやっていければなと思います。よろしくお願いします。まあ、編入学って聞いてもう何回目かの編入学試験の話なので、ちょっとだいぶイメージはついてきたかなとは思うんですけれども、一番重要なことはどんなことですか？編入学試験、その学部のに特化した専門知識があること、うん、そうですね、その学部に特化した専門知識があることが大事です。もうその大学3年生とか2年生とかでその編入するってことであれば、その編入したい学部に関しては相当知ってるっていうふうなことがまず大前提として求められてくるので、それが本当にありますかっていうところが大事になってきます。それがまあもし仮にないんだったら、まあ例えばそのなんだろう、まあもう元々その浪人生としてたら A を受けるとか、社会人入学で A を受けるとか、1年生として入ってくることを選ぶべきで、その編入学でやっぱりこうやるっていうからには、その編入学でやるために必要なやっぱりこう専門知識を持ってるっていうことが、まずは大事になってきます。でその編入学でそのやるそのためにこうその必要なその専門知識っていうのはどういうふうにこう獲得したらいいと思いますか？そうですね、なんかゼミナール経済学入門とかね、うちでも上智の転学部試験とか、あとは慶応の転学部試験とか、まあ、経済学部に行きたいとか経営学科に行きたいとかっていうことでサポートして、実際両方とも合格していただいたんですけれども、やっぱりそういうの見ていただいても分かるように、なんでしょう、非常にこうそのちゃんとこの一冊でまずこう測るっていうものをしっかり作っていって、それで合格できるように、まあ、その一冊読みながらまず例えば、まあ、慶応でも上智でもそうですけど、そういうその、まあ、転学試験とか編入学試験とか、まあ上智は編入学試験やってますけれども、そういうのやってるところがあるので、まあ、自分が行きたいその学部学科同じやつで編入学試験やってる大学があったら全部過去問と仕入れて、でその過去問をやってくったら、その模範解答とかがないので、模範解答とかがないから、その模範解答に関してはやっぱりちゃんとその自分である程度こうその模範解答に関してはこう毎日学習会とかお問い合わせいただいた上で、まあ、実際添削してもらう、大体 の学科に関しては添削できると思いますので、添削できる先生おりますので、まあ、実際相談いただいて、それで実際にこうちゃんとできているかどうかってところを判断していただくっていうことが非常に大事かなとは思います。でちょっと試験科目とか見てると、法学部は論文っていうのがあって、まあ、これはやっぱり法律系のところかな、120分あるので法律系の論文かなっていうところでありますし、あと経済学部は経済学筆記で、経済学の試験っていうのは、まあ、公務員試験とかでも経済学の試験ってなるのどういうものなのかちょっと見ていただければなと思うんですけど、グラフ書いたりとかしながらこう実際やっていくとかっていうのがありますし、あと教育学部だとその論文があって、まあ、これもその教育学に関する論文だと思いますし、総合政策学部に関しても基本的には同じだと思う、政策学とかそういったものに関する論文が出てくると思いますので、やっぱりこう逐一やっていかなきゃいけないかなというふうなところではあります。あと理系のところに関してはもうそのやっぱり大学数学ですね、大学数学とか物理とかそういったものをやっていくっていう風な形になるので、やっぱりその専門分野に関する知識があるっていうのがこの編入学試験では、まあ、極めて大事な部分で、そこの部分をちゃんとやっていかなきゃいけないっていう形になります。なので編入学したいんだけども、どうもその専門分野のところに関してやるっていうところに関してはどうもできなそうだなっていうのであれば、もう諦めてこう普通に一般入試で1年生から入るとか、あるいは社会人入試で入るとか、英語で、まあ、浪人生ダメってないから、感覚に関してはそれで入るとか、そういう形でこう真っさらな状態で入った方が多分近道だと思うので、ちょっとそこの部分に関してはまた考えてみてください。よろしくお願いします。はい、動画ここまで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ですね、毎日学習会では、LINE で、無料で、受験相談ができますので、もしよろしければ、概要欄に LINE の、アドレスがありますので、ぜひですね、気軽にお問い合わせいただければなと思います。あと、希望の方にはね、10日間無料で、添削だったりとか、相談だったりとか、一通り無料で10日間体験授業も受けられますので、ぜひそちらの方もご検討ください。よろしくお願いいたします。お願いします。